ストロングリターンとは、日本の競争場、シュボバ。主な勝ち倉に2012年の安田記念、2011年の k 王杯スプリングカップ。2008年10月19日、東京競馬場での2歳新馬戦でデビューし、2着。2戦目で勝ち上がる。3歳を迎えて、最初の3戦は勝てなかったが、4月の中山競馬場の500万、下戦で2勝目を挙げ、 青いステークス4着、ラジオ日経賞でも3着に入った。秋の1層を挟み、4歳となった2010年の、初戦テレビ、山梨杯、準オープンの東京クラウンプレミアムを連勝して、オープンクラスに上がる。エプソムカップ6着の後休養に入り、その間に、準、オープンクラスに高級して5歳を迎え、5歳初戦の、ひばりステークス2着を経て4月のナンバステークスを勝って、 再度オープンクラスに上がり、続く KO 杯スプリングカップでもシルポートを花咲く出して、重賞初制覇を果たした。安田記念ではリアルインパクトの2着に入り、秋も富士ステークスで4着とした。6歳となった2012年は、初戦の KO 杯スプリングカップ4着から安田記念に駒を進め、レースでは中段の競馬から、 グランプリボスとの接戦を制して1分31秒3のレコードタイムで GI 初制覇を果たした。秋2戦は毎日王冠7着、最下手のマイルチャンピオンシップ8着と振るわず、7最初戦の KO 杯スプリングカップに向けて調整していた矢先の2013年4月に左第一施設主枝骨骨折りを発症して、 全治6ヶ月以上の休養することとなり、そのまま復帰することなく9月4日付で競争場登録を抹消された。以下の内容は、ジャビス c ーチ及び netkeiba.com に基づく。引退後は、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種ボバとなった。ありがとうございます。